新川サッカー競技場は韓国のインチョン広域市にあるサッカー専用スタジアムである K リーグ新川ユナイテッド FC のホームスタジアム2008年まで存在した新川公設運動場野球場の跡地に建設され2012年に完成当初は高市ギアレーナパークと命名する予定であったが開業直前に現在の名前に決定している スタンドとピッチとの間隔は最短地点で約1メートルであり、韓国のサッカー競技場として最も短い部類に入る。ベンチはスタンドの一部に組み入れられている。屋根はメイン、南サイド、バックスタンドには設置されているが、北サイドスタンドには設置されていない。また、メイン、南サイド、バックスタンドは2層式だが、北サイドのみ一層である。この 北サイド上層部分が駅からのアプローチルートになっており、独特の雰囲気を醸し出している。南スタンド下層部には地形を生かした構造で、スーパーマーケットの法ンプラスが入店。メインスタンド下には、ニガーユナイテッド球団事務所とクラブショップが併設されている。メインスタンドから道路一本挟んだところには、韓国プロバスケットボールリーグのニガワ新幹銀行ホームアリーナである。 二川桃源体育館がある。2013年9月6日、初のサッカー、韓国代表の親善試合、ハイチ戦が開催された。2014年のアジア競技大会二川大会では、サッカー競技の会場、2017年後から6月、FIFAU-20 ワールドカップの会場の一つとして利用されるなど、国際大会の会場にもなっている。 開業直後の2012年3月24日、新川対大田戦終了後に、新川のマスコット、ユチが、挑発的ポーズを取ったとして、大田サポーター2名が、ピッチに乱入し、ユチを襲った。その後両軍のサポーターが乱闘を起こすなど騒ぎは、エスカレートし、警察の介入などでようやく鎮静化した。警備の不備を指摘された新川は、 韓国プロサッカー連盟からホームゲーム1試合の禁止、罰金500万ウォンの罰則を受けた。スタンドとピッチ感の短さが騒ぎの一因となったと指摘する声もある。ありがとうございます。